うわ、ワールドマップって出た。ゲーム進行中、マップの任意の場所を選び、移動しながら物語を進めていく場面があります。はいはい。移動できる場所は物語の進行により徐々に増えていきます。ヒガンバナの森が解放されました。神社が解放されました。もう一回大きくするわ。リストに表示されるアイコンにも注目しましょう。リストに。ヒガンバナのところになんかびっくりマークついてるから重要そう。このモードでは仲間の会話と配置を調べることで、マップを開きいろんな場所へ移動して探してみましょう。必要なマップを移動することができます。マップは ZL で開きますと。みんな離れすぎないで、必ず目の届く範囲にいるように。みなるくん離れすぎだ、僕の指示に従ってくれ。はいはい、ごめんなさい。ミノルのあたりを撮影するのに夢中みたいだな。今は放っておこう。カイトが何か見つけられたのかな。葵さん、ずっと顔色悪いけど大丈夫？その正直に言うと、この場所の雰囲気に耐えるので精一杯で。怖いなら無理しない方がいいと思うよ。ありがとう。でも、私よりサキさんたちの方が怖い思いしてるかもしれないから。サキさん、リオくん、どこにいるの？おい、ミュウ、どこ行った？ああ、タクマ、そっちを探してる奴ら見つかったか。まだ見つかってない、ミュウも？ああ、タク、どこにいるんだよ。きっと、一緒にサキやリオもいるだろう。あ、僕も探してみるよ。助かる。頼んだぜ。サチさん、リョウくん、葵さんは一生懸命見てる。今はそっとしていこう。どこに行っちまったんだ。イラついてるな。家族が見つからないんだ。無理もないよな。みんなと話をしてみようか。ミノルと話したら先に進む感じだね。
見えないやつ。ここら辺は会話一緒か。まったくみんな勝手なことばかり。サキ君もリョウ君も身勝手なこと行動して、だからトラブルになるんだ。きちんとルールや約束事を守らないと。いいか、みんな離れるんじゃないぞ。え、なんだ、何か映ってる。おい、タクマ、タクマの方でも ここら辺撮ってくれよ。え、どうしたんだ。いや、俺の携帯に変なものが映るんだ。故障かもしんないか。タクマのでも、自分の指じゃないのか。違うって、そんなモヤモヤしたものが映ってる。タクマも撮ってみろって。冗談を言ってる感じじゃないな。試しに撮ってみよう。スマホで手がかりを見つけられること。左上にアイコンが見つけられます。ZR で開くことができます。目に見えないもの。動かすことができます。ノイズが。なんだこれは。いや、あれ、いない。でも確かにカメラに合うっつった。あれってどうしたミノル。おい、みんなこっちに変なものあるぜ。変なもの。一体何を見つけたのかしら。ほら、勝手に行くんじゃない。くれ、仕方ない、みんな行こう。そういや、最初の方から自撮りしてたな、サキさんの方は。一人で行っちゃダメ。待て、カイト。一人で行くな。もたもたしてられっか。ミユに何かあったらどうすんだ。みんなで探そう。僕らも行こう。おーい、サキ。よー。いたら返事をして。地面に浮いた。これは
つうか圧倒されちまうな。ええ、なんというかとても神聖な感じがするわ。この神聖な場所を守るためっていう。そんなにあっけに取られてるんじゃねえよ。俺らの目的は違うだろう。ああ、そうだったそうだった。ごめんな、ツイン。初めまして。誰？そう。君たち、ここは入ったらダメな場所だぞ。何をしているんだ？その、僕たちは。そういうあんたこそ、こんなとこで何してんだ？心配しないでくれ。怪しいものじゃない。私はこの地域に伝わる獣神信仰を研究しているのだ。この祠は獣神信仰にゆかりのある場所でね、許可を得て調査をしていたところだったんだよ。研究…調査…もしかして学者さんですか？専攻は日本古代史で、その近くの大学で日本史学研究の教鞭を取らせる。じゃあ、教授さんなんですか？私なぞ学会では異端視されていてね。いや、君たちにこぼすような話でもないか。それで、君たちはこんなところに何をしに来たんだい？それなんですが、俺は他んとこ探してくるわ。修二さん、とりあえず好きにやらせときましょう。カイトの焦る気持ちも分かるけど、ここに来たかは分かんないけど、さっきたちの手がかりがないだろうか。不思議な感じの心だ。進行、はい、課外学習で。でもここに来たのは迷子を探すためです。僕らの仲間と、そいつ妹を探しに来ていて、この獣神現象にまさか神隠しではないだろうね。神隠し。この地域に伝わる、古くからの一体の伝承で、しかもこれはただの言い伝えだけではなく、実際に起こっていることなんだ。実際に。でも、かつてこの地域には土着信仰で子供を獣神の生贄として捧げる習慣があってな。怖い。
豊穣を願ってあるいは厄災を払うための当時としての苦肉の策なのだろう。そしてそれは殺してしまうのではなく生きたままどこかへ消えてしまうという。それが神隠しですか。この習慣はやがて壊れ、安土桃山の頃にはむしろ獣神を恐れる原因ともなったようでね。そこからは生贄を捧げる晩秋としてではなく呪いやたたり神に人が連れ去られるという形でかな。香典庵では今では地域の中にも神隠しに関する伝承が多く残されている。もちろん私としてオカルトを丸々信じているわけではない。きっとそれには科学的に解明できる理由もあるはずだ。人が古来から継続的に消えるには何らかの原因もそこにあるはずだと気がいないとね。そして迷信として切り捨てるのもまた現実から目を背けた思考停止に過ぎないのだ。やけに感情的な気がする。怒っている、いや苦しそうなのか。君たちは人探しでここに来たと言ったが、それでもこの歴史的遺産を見たことはいい経験になったと思う。とにかく歴史の成り立ちに関心を持つのはとても素晴らしいことだ。応援するよ。ありがとうございます。よく見てみるといい。もしかしたら君たちの役に立つかもしれないんだ。これでようやく探索で調べることができるようになるわけだ。あって壁最初に調べたらここは調べられないんじゃ。壁2個あるから問題なさそうじゃね。これメラモン系だ。これシードラモン系だ。うん、シードラモンだな。バケモン。あ、クワガーモンかこれ。これなぁ、トータモンに見えるんだよなぁ。けどなぁ、トータモン、こんな、なぁ、わからん。一部しか映ってないからな、トータモンのサイズ的に子供ぐらいの大きさだったらなんとかなるんじゃねぇ。獣神、本当にいろんな姿をしてるんだな。そもそもどうして獣神はこんなに数がいるのかしら。何か心当たりはあるんですか。うむ、複数の説や可能性がある。例えばこの地域の得意な地形、今の頻発離婚もだが山の中の足場の弱さ、急斜面の多さ、森林の多さ、また特殊な磁場によって方向感覚に狂い動植物の仏層の異常な繁殖などが確認されておる。確かにここの彼岸花もそうですよね。地域の鉱物資源の何かに人を迷わせる何かがあったのではないかと考える。獣神の信仰もまさにその影響で奇形化した生き物ではないかともね。なるほど、理にはかなっています。デジ文字書いてある。デジ文字だったら調べれば読めるんだけどな。この地域は近代に鉱物資源の発見によって目まぐるしい発見を遂げていてね。急速な人口増加によって増加は統計学にも必要ではない。そして昭和の末期からもしくはこの頃の、地盤沈下の原因にもなっている間違いないだ。一つ一つ丁寧に紐解けば、そんな風に伝承もまた科学的に解明できるはずなんだ。少なくとも私はそう考えて。古きを学ぶことは、今現在を生きる上で役に立つ、そういうことですよね。いや、教授、ありがとうございます。思いがけの勉強になりました。あんがたな、教授。だからそんな軽口叩かないの。ごめん、もう一回見るよ。